寒いなこんにちは、元住吉直央です。いや、なんかもう一気に寒くなりましたよね、なんかね、最近。ほんでさ、あ、もう見てわかると思うんですけど、カスタムキャストに新しいなんかアイテムが実装されてまして、今日今ログインしたらあったんでつけてみました。プライバシー保護メガネだってさ、もう完全にアルファさんですよね。おもころライターのやばいなと思ってます。それでね、高輪ゲートウェイ問題ですよ。今日のこの元住吉七尾が喋りたいのは高輪ゲートウェイ問題。皆さんどうですか？高輪ゲートウェイはダサい、ダサいっていう人、はい、手挙げてのモーションってあるのかな。そこは気になる。ちょっと調べましょうか。こうやってね、フリックってやると、なんとなく、この元住吉七尾の設定があるんですけど、引き顔とか使ったことないんで、これをポーズにして、そして、手を上げるみたいなのあれば、そういうのにしたいんだけど、あるかな、はいはいはい、みたいなやつ。なさそうかな。冗談拍手ってのあるよ。冗談拍手ってなんだけど。なんだろうな。ないかな。探してみないとわかんないんだけど、はいはいはいみたいなのも欲しいですよね。まあいいや。こうしたら、こう、フリックすると、こう、ただの拍手がここだとしたら、冗談拍手はここっていう、あんま変わんねえな、これ。それはいいんですけど、ね。ああ。でさ、高輪ゲートウェイ問題あるじゃないですか。山手線に新しい駅が生まれるって話で、山手線を知らない人は分かんないかもしれないんですけど、山手線っていうのが、この首都東京にあってですね、朝とか超混んでるんですけどね。死ぬほど混んでますよ。びっくりしますよ。それでね、高輪ゲートウェイ駅っていうのが新しくできる、高輪ゲートウェイ駅っていうのが新しくできるみたいなんですよ。ちょっと可愛く言うことを忘れました、今。ごめんなさい。高輪ゲートウェイ駅っていうのが新しくできるらしいんですよ。それに、ね、それに対して猛反発してる人たちがいるっていう、この現実ね。これすごいよねっていう。それでさ、もう撤回を求める署名とかやり出してるんですよ。いやさ、それが撤回されたとしてさ、何の得があんだよっていう。お前に何の得があんだよみたいな話なんですけど、いやー、なんかね、正義感みたいなのが人を動かすんだろうねって思ってます。すごいな。じゃあね、バイバーイ。さっきね、色づく世界の明日方の11話を見たんですけど、なんか、突然話をそうやって終わらせに行くんだ、みたいな。あ、すげえな、畳に来たわ、っていう感じがすごかったです。まあね、瞳は、いわば異世界というか未来から来た人だから、主人公じゃんね、石原かおりちゃんですけど、が、異世界から来た人ですから、まあ戻らなきゃいけないっていうの、いつか戻らなきゃいけないっていうのは、もうストーリー上、当然のようにあるんですけど、なるほどねっていう、まあそこでちょっと戻ることに対してドラマをこう作っていくみたいな感じですわ。まあ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 、まあ、作るわなって思いました。そんなとこかな、そんなとこかな。あとは、なんか、頑張りまーす。なんかね、なんかこの動画を見ることで、何かを解決できるっていうことをタイトルに入れた方がいいような気がしてます。なんか意味わかりますかね。よくあるじゃないですか。
ほにゃららをした結果みたいなこと書いてあってさ、それでやりたく、見たくなっちゃうようなやつ、ああいうなんか煽ってくタイトルをちゃんとつけた方がいいなっていうのを最近思ってます。そんだけ、チャンネル登録とかお願いします。バイバーイ。これも動画撮った方がいいのかな。まあいいや、じゃあねー。